ららら。はい、皆さんこんにちは。ピアノ教室応援コーチ星名優子です。ちょっとお天気が悪いですよね。台風どうでしょうかね。皆さん大丈夫ですかね。ぜひこれから動かれる方はぜひ気をつけて。東京は今すごい本降りになってきてですね、ちょっと私今日は午前中はモスクワ旅行で一緒だった方とランチをしてですね、でその後お茶をして、ちょっと書いてランチはですね、なんかトリュフの美味しいお店があって、もうトリュフ尽くしでですね、ちょっと写真下に載ってるんでよかったら行ってください。もうトリュフ尽くしで、トリュフの蜂蜜入りの、トリュフ入りの蜂蜜がすごいですね、香りが強くて美味しかったですね。でその後ですね、リツカールトンでお茶してまたお話してたら、なんとですね、ビジネス王子に会ってですね、ビジネス王子誰だか分かんないですよ、ぜひコメントください、後で入れておきますので、まあ、私が月1回あれですね、リツカールトンに行ってですね、コンサル受けてる IT の先生がいらっしゃるんですけど、なんかパソコン叩いてるお兄ちゃんがいるなと思って目には入ってたんですよ。でもまあちょっと角度が斜めで、で大きな眼鏡してて分かんなくて、そしたらふーっと「どうも」とか言われて「と思った。ビジネス王子で、わあすごいラフな格好ですごい素敵でしたね。いつもこうスーツの姿しか見てないんで、すごいなんかすごいラフで、なんかもうリッツ・カールトンでラフな姿でいるなんかセレブリティって感じで、すごい似合っててですね、なんかちょっとキュンとなりましたみたいな。まあそんな話はどうでもいい、今日はちょっと忙しいんだ。ですね、今日はですね、そうですね、まあですね、今私豊かなピアノ教室を作る方法ということで、あるサイトでですね、動画をですね、まあ、3日に1回ぐらいこう配信しながら、まあ、それ本当無料で、本当は有料級の動画なんですけども、無料で見ていただいて、ピアノ先生が少しでもね、まあ、そういい方向に、まあ、豊かになるという方向に動いてもらったらいいなということで、まあ、半年に一度だけ、そういった動画を公開してるんですね。でこのキャンペーンが終わったら1回その動画を閉じてしまいます。やっぱりこういつまでも大事な動画なのでね、いつまでも公開するわけにはいかないので、まあ申し訳ないんですけど、キャンペーン、そうですね、11月の中旬ぐらいには一回全部閉じてしまうと思うんですけど、今チャンスですので、どっかしら私のフィード見ていただければ、それ多分見れると思います。でその動画6本動画じゃあ7本あるんですけど、その7本動画見ていただいたら、できるだけね、質問やコメントや質問や感想くださいということで、皆さん結構丁寧に書いてくださって、すごいなんていうかな、ピアノの先生の今の現状が本当に赤裸々に分かるようなコメントがいっぱいあって、もう読みながらね、ああもう私本当に頑張んなきゃいけないなっていう風に、なんか頑張んなきゃいけないなっていう、こうすごいそういうものをこう感じるようなコメントがいっぱいなんですけど、でできるだけコメント返してるんですけど、やっぱりなかなか文章だとですね、結構思いお困りだったりするんで、ちょっと文章で返すのを結構自分も考えてしまってですね、なかなか読んではいるんですけど、コメント返しきれてないって、もうこれはもうズバリどんどん口でですね、回答していっちゃった方が早いなと思ってですね、まあFacebook ライブ、また後でね、残りますから見ることができるんで、いいかななと思って回答していくんですけど、ちょっと待ってくださいよ、こっちこっち。すいませんすいません、はい、まあそんなところでですね、どん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 回答してい、きたいななんて思うんですけども、これかな、あらちょっと待って、これダメだ、音が出ちゃう、下の方からね、回答していこうかと思うんですけど、本当はちゃんとお名前を呼んだ方がいいんですけど、まあハンドルネームなんで、わかんないかなと思うんですけど、まあ、一応ちょっと外しました、そこでは動画の方ね、見ていただければ全部ハンドルネーム書いてあるんで、まあ、ちょっとお呼び、ね、したいなと思うんですけど、まあ、ちょっと下からどんどんいきますね、でも読んだ方がいいかな、いいか、紙に残ないか、いいか、読んじゃおうかな。ゆきジャズさんですね。私は主に昼はピアノ、じゃあ昼はレッスン、夜は演奏活動と分けて活動しています。ふんふん。去年運が回ってきたこともあり、
がむしゃらに演奏活動しました。おお、素晴らしい。確かにスキルは上がり、うんうん、演奏家としては上向いてきていますか。いいですね、やっぱりね、演奏家としてね、行きたい方は本当それ大事ですよね。資質もそれなりにあり、資質ね、ありますよね。レッスン通ったり何かね、したい、資質もかなりあり、頑張った割にはという感じでした。あ、なんかわかる、なんかわかる。資質、頑張った割には収入がねってことですよね。昼のレッスンはお金の問題を取り扱うのは正直苦手で、あ、これも本当ピアノ先生たちのねお悩みですよね。イコール自信のなさと思い、それを自分の演奏スキルでの向上で補うと思っていたところがありましたが、目が覚めてきた気がします。あ、ちょっと嬉しいですね。これ皆さん意味わかりますかね。結局ですね、売り上げとかっていうのは、演奏スキルや指導のスキルが上がっても売り上げに直結しないんですよ。うまくいけば直結し、あ、うまくいけば反映されます。うまくいけばね。うまくいけば反映されるけど、これ絶対って言えないですね。演奏がうまい、指導のスキルが上手だから、この先生の教室繁盛してるかっていうと、そう言い切れないですね。私はどっちかっていうと、難しいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。で、でもよかったです。目が覚めてきた気がします。他の一般の経営の動画とかも見てきましたが、今までピンときませんでしたが、ピアノ経営にふさわしい勉強をしたいです。あ、よかったです。特にあれですね。感想なんで、答える、質問ではないと思うんですけど、まあ嬉しいです。他の経営の動画っていうのは、私もいろいろ今経営塾行ってますけど、他の、ためにはなるんですけど、やっぱピアノ教室、ズバリピアノ教室の事例を扱ってないので、違うんですよね。あ、こんなゆっくりやってたら間に合わないけど、まあいいか。また次回していってもいいので、残ってる部分は。この間ね、ピアノの先生から受ける印象と、他の例えば女性起業家40代50代の起業家から受ける印象でズバリ違うっていうところが私ね、この間発見したんですよ。ピアノの先生っていうのは売り上げとかに対してすごい躊躇遠慮があるんですよ。売り上げたいのかもしれないけど、本音はあからさまに売り上げたいですってこう言えない、これすごい壁があるんですね。ところが別な業種の女性起業家っていうのはね、逆なんで、売りたくてしょうがない、お金儲けしたくてしょうがないんですよ。ここすっごい最大の違いで、この間すごい気づいて、あ、ここ違うやんと思って、だから逆にその他のビジネス女性起業家さんはもうね、逆にまあちょっといやらしいぐらい売りたいんですよね。もうなんかこう授業を受けてても早く売り上げに直結したいっていう、こうちょっとそういう感じがあって、売りが強くて、結局プロモーションも何もしてないのに、とにかく早く売りたいと。それは自分の商品に自信があるからなんだけど、早く売りたいって焦りすぎちゃってて、お客さんに嫌われるタイプっていうの？いやいや、もっとお客さんと信頼関係築いて、もっとお客さんにちゃんとプロモーションしてから、しっかり信頼関係してから売んなきゃダメなのに、もう早く売っちゃうんですよね。焦っちゃってんですよ。それは向こう側、こっち側の人たちなんで。ピアノの説は逆ね、早く売んなさいよみたいな、ブログ書きの、フェイスブック投稿しの、でも全然こう売る気配のない文章いっぱい書いてるわけですよ。日記ブログだったり日記投稿だったり、いつ売んですかみたいな、そこがこの業界違うんで、だから他の業界の動画とか見ててもいまいちピアノの先生が入ってこないのは多分そこだと思いますね。視点が違う。こっち側の動画っていうのはだからどっちかっていうとこうなだめてるんですよ。そんな早く売っちゃダメよと、
焦らずにもっとお客さんと信頼関係上げなさいよっていうのがこっち側ピアノ先生逆にもう早く産んなさいよみたいな、もっとちゃんとシンプルにお金の話しなさいよっていう、なんかここがなんか違うかなっていうのはこの間ね大発見して、私的にああこれかと、まあ、思ったわけですよ。まあまあじゃあそんなこともね、あのまあこれから の, あのお話に反映されたらいいと思うんですけどもう一個次の、あここら辺同じ方は続いてますね。まあ次、ホームページやチラシを作るのってピアニストの作業とは全然関係ない能力でですよね。ホームページを作る、チラシを作るね、ピアニストやピアノの先生とは全然関係ない能力で、疲れて時間もかかりすぎてします。そうよね、時間かかるよね。でもこの人すごいですね。コツコツワードやパワーポイントの使い方をマスターしてきましたが、印刷屋さんに頼む時とかものすごくロスして疲れます。具体的な打開策が欲しいです。次回動画も楽しみにしてます。あーこれね、あの疲れる、時間がかかる、いやこれみんな言ってますよ。でもあの時間がかかるって初めだからなんですよ。やり慣れればだんだん時間って短縮するんですね。だから時間かかるわ私ダメだって、うちのピアノ系塾のだいたい1ヶ月目2ヶ月目みんな同じこと言って、もうどんだけ時間かかるか先生どうしましょうって、あのもうブログの一つ記事書くのにも2時間かかるんですってって言うんだけど、そういう人たちが半年後にそういえばそういえばあん時2時間かかってたのに今じゃ30分で書けますみたいなこと言うんですよ。だからまあこういうこと言うとね、打開策はっていう、もう慣れてもらうしかないですね。慣れです。半年もあればね慣れますよ。だから時間がかかることを恐れずに、時間ができる、時間がかかることを怖がらずに、時間がかかることを無意味だと思わずにですね、あのやっぱりそれは乗り越えてもらいたいなっていうのが、まあ私からの回答ですよね。だって私だって今ブログとかメルマガとか、まあ、サラサラ書いて、サラサラとか書いてますけど、昔はどんだけ時間かかったか。で覚えていてほしいのは、ピアノ教室の経営が1年で終えるなら、もう1年後やめるなら確かに無駄かもね。だって1年間しか使わないことをその何時間もかかって、でも多分皆さんまだ何十年やそこらやるでしょ。50代だって、私50歳ですけど、だって聞くとみんな60代70代までやっていたいって言うから、そしたら今やっとくべきですよ。もう20代30代の先生だったらまだどんだけ先があるか分かんない、やっとくべきですよ。絶対慣れます。時間は絶対短縮できます。だから、ね、時間がかかることを恐れないでほしいですねっていうのが回答かな。もう一つ、ボランティア蔓延してますよね。これボランティアはね、どこで行ったかな、ボランティアの話はレッスン3かな。ボランティア蔓延してますよね。思い当たることがあります。ですよね縮小とありましたが、どのように具体的に縮小していけばいいとか、これからの動画に期待してきます。これはですね、皆さんのボランティア度にもよるんだけど、皆さんぜひですね、自分がどんだけボランティアをしているか書き出してみましょう。例えば月に1回ピアノサークルみたいに行って、なんか自分はボランティアでなんかやっているね。もうここ言うと怒られるかな。例えばマルティナのステーションに参加していて、その会合が月1回あるけど、ほぼボランティアですね。と月1回ボランティアじゃん。あとなんだろう、学校のなんか読み聞かせサークルに参加していて、それ月1ボランティアですとかね。あ、これも怖い、これもあるよな。合唱サークルに所属していて、合唱団の伴奏をボランティアでしてます、週1とかね。あとなんだろう、ピアノレッスンの補講をしてますと、無料で。多分これボランティアだよね。書き出してみてください。で書き出して、その中の1個まず
減らす努力をしてみましょう。減らす努力というのは、週1あったところを月2にするとかね、無料だったところをプラス500円でもいただくとかね、いっぱいある中、まあ週1のはもうかなり確約しちゃってるから無理だけど、じゃあ年に1回あるあのボランティアも次回断ろうみたいな。だからはっきり言って断るです。断るっていうのは経営にとって、経営マインドにとってとっても大事なことですね。だから書き出して一番楽なとこ、断っても人間関係がそうそう壊れないところやってみたらどうですか。断るですね。もしくはリクエストしてみる。あの、これやるなら私相当な、あの、ある程度の金額をいただかないとできないんですけど、まあ、その断り方もね、いろいろあるけれど、断る、減らすですね。減らすっていうのをやってみたらいかがでしょうかね。はい、その次。長いですね、これ。ピアノ教室に経営の視点という考え方、3回目の動画を拝見し考えさせられました。お金を取ることに罪悪感とかボランティアとかいう考えはないと思っていたのですが、おお、いいですね。ん？ここ次の問題だ。生徒の都合で休んだ場合の補講も本来有料化またはしないかなのですね。うん、生徒が都合で、先生明日ちょっとお休みしますって言った、例えば月曜日の5時の子、先生明日お休みしますって言った月曜日の5時の子に、じゃあその人がお休みでも納得していただければいいけど、先生お休みしますのでどこかに補講をお願いできないでしょうかっていう場合ですよね。これ皆さんね、おかしくないですか。だってそのお子さんは月曜日の5時がその人の定時席っていうのは、あのね、あのお約束の時間なわけですよ。でもしもこれが忙しい先生だったらね、もうびっしり入っていた先生だったら、言われてもそもそも時間空いてないからできないですよね。するとごめんなさいね、気持ちはやってあげたいけれども、私も他の時間びっしりなんでどこも空いてないんですよって多分断れるんですよ。だからそういう感覚になったらいかがですか、じゃないですか。もうあの他の時間はびっしり詰まってると。びっしり詰まってる理由はお話しなくてもいいですよ、ね、びっしり詰まってる理由がレッスンだったらまあ分かりやすいし言いやすいけど、例えば介護やってる人だったら介護の時間かもしれないし、ね、子供育ててる人は子供の送り迎えの時間かもしれない、ね、何か他の演奏の仕事をしてる人は演奏の仕事かもしれない。そんないちいち先生がどんな仕事、どんな予定を過ごしてるかなんかは別に生徒さんに言う必要はないわけですよ。だから、あ、ごめんなさいね、他の時間は残念ながら全部埋まっちゃってるんですっていいと思うんですよ。そういうつもりでまず先生がそういうつもりになること、他の時間は全て、自分の時間で全て、仕事でもプライベートでもいいですよ、全部塞がってると、まず皆さんがなんていうかな、あの自己暗示っていうんですかね、まず皆さんがそういうふうに思い込まなくちゃいけないですね。で、たまたま何か火曜日の6時の子が事前にお休みの連絡が来てて空いてた、でもあげる必要ないですよ。でもそれは皆さんに任せます。それは、いや、あ、たまたまね、6時、明日のね、6時のね、生徒さんがお休みって連絡があったからいいですよ、来ても、はそしたら別にいいとも悪いとも言わないけど、まあそういう感じだったらまだいいんじゃないですか。で、でもやる必要ないと思いますけどね、そんなふうには思います。はい、小さい子はレッスンの間が空くと忘れてしまうので頼まれるとやっています。あ、そうですよね。例えば今週お休みだったら来週っていうと2週間空くわけですよね。やっても、先生優しいんだよね、この先生はね。あの、でもそれは小さいお子さんだったらお母さんに返したらいいですよね。お母さんに、あの、お母さんにお休みですよね、確かに2週間間が空いてしまったら、あのレッスンお休みできちゃいますけど、あの
浸透遅くなっちゃいますけど、もうよかったらお母さん、例えばこの間バイエルの50番あげましたけど、あのいいんですよ51番練習しといてもとかね、なんかわかんないけど、なんかそういう一言フォローを入れればいいんじゃないでしょうかね。あのやらなくてもいいので、じゃあ、宿題ではこの間右手と左手それぞれね、はい、あの引いてくるが宿題でしたけど、じゃあ1週間お休みになっちゃってますので、ぜひ両手でチャレンジしてみてくださいねみたいに言えばいいんじゃないでしょうかね。はい、私の教室はマンションの規約のため、ふむふむ、自宅レッスンはできず、あ、そうですよね、本当にちょっとそういうのになりますよね。すべて出張レッスンです。あ、はいはい、出張レッスンですね。生徒を増やそうにも移動時間自転車で10分ほどありますし、生徒宅が電子ピアノだと発表会やオーディションで本物に触れる機会を持つという指導になります。発表会やオーディションで本物に触れる機会を持つという指導になります。はいはい、事情を話した上で体験レッスンしたものの、本物のピアノでレッスンしたいからと断れたこともあります。都区内ですので場所を借りると、賃料が高くて成り立ちません。このような条件の下で何かできることあるでしょうか。うん、あると思いますよ。生徒が続くレッスンをすること、ブログホームページなどから問い合わせが増えるようにすること、その他何かないかと考えています。これはですね、ちょっと今すぐにはこれはちょっと私ももう少し詳しく状態がわからないとお答えできませんけども、でもあのこういう出張レッスンでうまくいってる方の事例なんかをあのきちんとご紹介したらいいんじゃないですか。このあのもう辞めちゃった生徒でもいいです、今いる生徒でもいいですけど、電子ピアノでも、出張レッスンでもあのうまくいってる生徒さん事例ありますよと、こういうふうにこういうふうにやってます、っていうことで、あの事例をですねやっぱり早く作るといいですね。うまくいってる事例、うまくいってる事例をちゃんと伝えて、そのお母さんにもあのこうやるとうまくいくんだ、こうやるとうまくいくんだっていうね、あのイメージを持ってもらうことが大事だと思いますね。まあ、ちょっとこれはもう少しですね、なんかご相談したい感じですね。詳しく聞きたい感じですね。ちょっとその前いきますね。これですね。私もその闇を抱えた、ズバリそれでした。ピアノ教室を続けるために何か他の方法で稼がなくてはなんて考えてました。これちょっと感想ですので、ちょっとどういったことかというと、私が、動画で言ってる闇というのはですね、あの皆さんはもう代々ですね、ピアノの先生からピアノの先生、その先生から先生、その先生から先生、代々ある思い込みを植え付けられてるんですよ。もちろんね、一代目の先生、その弟子の先生、その下の先生っていうことでどっかで断ち切って、いやいや違うのよって言ってくれた方はいいんですけど、もう代々ですね、伝言ゲームのようにあることが伝わってるわけです。その伝言ゲームはですね、何かというと、ピアノ教室はピアノ教育だからお金儲けしちゃいけないのよっていう伝言ゲームですね。ピアノ教育はピアノレッスンはピアノ教育なのでお金儲けしちゃいけないのよ、お金の話をするピアノ先生は品がないのよ、みたいな伝言ゲームがですね、代々伝わってるんですよ。まずこれ伝言ゲームの闇の位置ですね。でもう一つは、これも困ったもんですよね。その位置を受けてですけども、あなたね、ピアノの先生というのは生涯学び続けなくちゃいけないのよ、だから音大卒業してもちゃんとレッスンに通いなさい、音大卒業してもそういう指導法のセミナーに通いなさい、あなたがね、ピアノの技術をあの衰えさせてはいけないのよっていう伝言ゲーム。これ悪くないですよ、伝言ゲーム悪くないですけど、なんてことはですよ、ピアノのレッスンに通うお金が必要です、セミナーに通うお金が必要です、
お金が必要、経費が必要なのにピアノ教室売り上げちゃいけないっていうのは矛盾してますよ。おかしいですよ。こっちならいいですよ。ピアノの先生は技術を衰えさせちゃいけないからピアノレッスン通いましょうね、ピアノのセミナーにも通いましょうね、指導法のセミナーにも通いましょうね、お金かかるから、だったらピアノ教室しっかり お月謝もらって売り上げなさいねは合ってますよ。1の伝言ゲームと2の伝言ゲームが相反しないんです。だけどこんな変な、あ、まあ、変なって言われて、この1、まあ、1がいけないですね。この伝言ゲームのこの1がおかしいのに、この2がずっと通るから、何が起こってるかっていうと、貧乏ピアノ先生がいっぱい増えてるんですよ。もうすごい、もう口、もうちょっと語気荒く言いますけど、おかしいじゃないですか。お金は出させましょうと。ね？うち、音大卒業しても私のところレッスンいらっしゃいよ。音大卒業してもあなたセミナーとか通うのよ。コンサートにもいっぱい行きなさい、 CD もいっぱい買いなさい、楽もいっぱい買いなさい、お金いっぱい使いなさい、いい楽器も買いなさいって言うくせにピアノ教室売り上げちゃダメよって、おかしいじゃないですか。どう考えてもおかしいですよ。早く気づいてほしいですね。これ言ってる先生がいたら、あー、なんか変なプライドだと思いますね、うん、うちの先生も私の先生も素晴らしい先生だったけど、お金をもらうとき、なんか汚いものでも触るように、あれしてましたね。なんかこうお金の話しないでみたいな。で、私が練習しないでいくと、もうお金いらないみたいな、なんかちょっとおかしかったですね。いや、まあそれはあのその先生じゃなくて、そういうものが蔓延してるんですよね。だから闇ってそれですね。だからピアノ教室を続けるために何か他の方法で稼がなくておかしいです。ピアノ教室続けるならピアノ教室で儲けましょう。ピアノ教室続けるために他の仕事をするなんておかしいですよ。ピアノ教室でもう稼がなくていいとおかしいですね。おかしいんですよ。もうあの伝言ゲームおかしいです。まあそれが闇ですね。ちょっと待ってね。ちょっと、はい。で、次、今年から、今私何分やってますかね、これ何分やってんだ。今年から歩行レッスンではレッスン料をいただくようにしてます。ああ、いいですね。今年から歩行レッスンではレッスン料をいただくようにしてます。 OKOK。 発表会前のアンサンブルレッスン、あ、きっと発表会でアンサンブルされるんですね。そのためのレッスンはもう少しレッスン料をいただくようにした。ああ、いいと思いますよ。また発表会前は全員に歩行レッスンをしていたので今年は廃止し、うんうん、必要な生徒だけ追加レッスンの形を取りたいと思いました。いいと思います。そうしましょう。またコンクールの付き添い、毎回の悩みです。時間の拘束、ガソリン代、駐車場代ともろもろかかるのにボランティア、うん、ここ問題なんですよね。せめて駐車場代、交通費ぐらいは欲しいのが心の声です。先生はどのようにされていますか。これはそもそもコンクールに付き添うということから皆さんの、なんていうかな、立ち位置を考えなきゃいけないですね。生徒が来てほしいというならお金をもらうべきです。生徒が、先生心配なのでコンクール来てくださいと言われるならお金はいただくべきです。でも先生が心配でコンクールに付き添うなら、これは多分先生の、ちょっと言い方は失礼だけど、まあ自己満足というか、まあ先生が行かないと不安、うん、これに分かれますね。で、もしも先生がコンクール見に行くことで生徒さんのコンクールの成果が変わるなら、もう初めにコンクールチャレンジ代みたいなことでもらったらいかがですかね。これはまあ提案ですけど、いい悪いは別として、生徒さんがぜひに、いや、うちの子先生心配なんです、来てくださいって言ったら請求するべきですね。でも先生が言ってあげて、それを先生がコンクール見ることで、もしくは生徒さんに何か一言アドバイスすることで、先生が気持ちが不安から解消されたり、それで先生
の、まあ、実績に反映されるならこれは先生の何だろうな、先生の、まあ、経費だな、これは、うん、違うな、なんて言ったらいいかな、経費ですよね、経費になると思うんですよ。もう純粋先生のだから研修代っていうかな、まあ、そういう部分だと思うので、それは割り切って先生が出すというのもありだと思います。でももうそれでかなりいい実績が出ていて、ここ私が行くことで生徒さんの成果に反映してるというなら、なんかチャレンジ代っていうことで、全体的なものからもらったらいいと思いますね。そんな感じなので、これは一概に何がいいっていうのはないと思います。皆さんの教室で、いろいろこう立ち位置を考えながらやったらいいと思いますね。はいはい、次、感想。プロモーションが大事なことがよく分かりました。難しいし苦手でどうすればよいか分からず、私って楽譜が読めない子どもと同じなんだなと思いました。現状課題、プロモーションは苦手だけど収入アップを目指すためにはこれから積極的にやっていかなければと思いました。あ、これは純粋な感想ですね。ありがとうございます。いやプロモーションが大事なことはよくわかります。そうなんですよ、プロモーション大事なんです。難しいし苦手。いや大丈夫ですよ。難しいし苦手っていうのは、だからこの楽譜の読めない子供がいきなりそのちねの楽譜見たら、いや難しいとか思うのと一緒で、楽譜を読む練習すればいいんですね。プロモーションもする練習すればいいんですよ。そしてプロモーションもだんだんスキルアップしたら、その状態でやればできます。プロモーションに関してはできます。なぜかというとですね、うちの塾生さんはですね、結構ですね、アラフィフさん多いんですよ。50代の先生とっても多いんです。で、50代の先生が、もう56歳の先生もいましたね、がいきなり飛び込んできて、まあガラケーじゃなかったけどスマホだけど、もうほとんどですね、固まりそうなスマホ1台でうちの経営塾に飛び込んできたんですよ。でもうそこからまずパソコン買いました。なんか今ですいっぱいいいねが、パソコン買いました、タブレット買いました、スマホも買いました。それで見事にプロモーションをスキルを上達して、お問い合わせのあの方何人集めたかな、多分十何人集めました、半年でパチパチパチ。だからできるんです、できます。どんなに苦手って思っても、ちゃんとスモールステップで、もう楽譜と一緒ですよ、ちゃんと読む練習してコツコツ読んでいけばできます、できますよ。ピアノ弾けるんだから、楽譜読めんだから。よっぽど私からすればプロモーションでやることって、その音大で弾く課題曲があるじゃないですか、多分。あ、そうね、例えばIT の得意なね、 IT の得意な起業家がいたとしたら、例えばね、ショパンとかベートーベンとか弾いたら、私たちはよっぽどなんてすごいって思ってもらえると思うんですよ。だから分野が違うだけですよ。ちゃんとそこもコツコツ、ちゃんとスモールステップでスキルアップしていけばちゃんとできますね。安心してほしいと思います。だから積極的にやってほしいと思いますね。はい、じゃあその次。星野先生、動画を拝見しました。ありがとうございました。私のレッスン経営の現状ははっきり言って、生徒さん減少で不足していることです。そうですよね。いや、多いと思いますよ、今。だって、少子化だもん。ピアノ先生増えてんもん。レッスン頑張りたいのに生徒さんが入らないです。ですよね。それ辛いですよね。レッスンするの好き。もうね、ベテランの先生だったら、ね、レッスンするのはもう、造作ないことですよね。レッスン頑張りたいのに生徒さんが入らない。先生のおっしゃるプロモーションもほとんどしてないからですね。そうよね、プロモーションね。疑問点は特にありません。おお、とても分かりやすい内容で目から鱗でした。ああ、よかったです。質問は、自分の商品、レッスン内容を絞るのがなかなか難しいですが、時とともに変化していっても大丈夫でしょうか。
レッスン内容ですね。絞るってことはたくさん持ってらっしゃるのかな。例えばリトミックコース、導入期コース、まあ、初級コース、中級コース、シニアレッスン、あと何、あと何かあるか、あ、なんか保育者養成コース何かあるかな、あ、なんかコンクールコース、なんかいっぱい持ってらっしゃるのかな。あのですね、ピアノの先生って売れなくなるとコースを増やす傾向があるんですよ。あるコースで生徒さんが増えないと心配になってコースを増やすんですね。で、これは間違いとは言いませんけれども、そうするとね、エネルギーが散るんですよ。あれもこれもやんなきゃいけないでしょ。で、それはある段階があって、その一つのコースをどんだけ頑張ってプロモーションもやっていろんなことやったのに集まんなかった人が次のコースに行くべきなんですよ。中途半端にやってるのに他のコースは増やすべきじゃ本当はないんですね。なんで、もしいっぱい持っちゃってる人がいたら、主力コースをまずきちんとやるんですよ。きちんとというのはちゃんとプロモーションからですね。この方プロモーションまでやってないって言ったから。プロモーションやってもいないのに、他のコースを本当は広げるべきじゃないと私は思います。参考になったらと思いますね。次。プロモーション苦手、怖い状態でしたが、重要であることが理解できました。頑張ります。あ、よかったです。説明会までにアメーバーブログの所得をしておき、おいた方が良いですか。あ、いいと思います。やったら、レッスンなど表に出せるものいろいろ浮かびました。できそうな気がします。あ、まずもしも何にもされてない方がいたら、アメブロか、まあアメブロもね、いろいろまあ解説するとき、まあでもいいと思います。やっておいたらいかがですか。どんなものか試すっていうのは大事です。初めからちゃんとやった方がいい路線もあるけれど、いいと思います。ぜひ何も持てないチャレンジしましょう。やってみてくださいね。星名陽子先生、レッスン4まで視聴させていただきました。生徒が欲しいと熱烈に思っているにもかかわらず、経営マインドは持っていないし、プロモーションは好きじゃなく大丈夫ですよ、そう先生多いから。ただ一生懸命レッスンと勉強だけしていれば、いつかそれが口コミで伝わるだろうと、他力本願で待つこと20年。やっぱいるんですよ。大丈夫、そういう人いっぱいいます。そうか。ただ一生懸命レッスンと勉強していれば、いつかそれが口コミで伝わるだろうと、こういう風に思ってる先生多いんですね。還暦を目前に今愕然としています。そうか。一般企業や教員なら60、62で退職です。目が覚めてきました。ありがとうございます。これからの動画が楽しみです。そうですよ。一般企業だったら60、62でもうね退職だけど、ピアノ先生って生涯現役じゃないですか。いや、まだ60代も全然いけると思いますよ。まだまだ先は長いと思いますので、本当にうちの塾生さんもですね、動画でたくさん言ってましたけど、演奏が上手で指導が上手だったら勝手に生徒集まると思ってたっていうのがですね多いんですけど、いや残念ながら、それは残念ながらなんですよね。たまたまですよ。私よくこう自慢する方いると思うんですけど、いやこれ自慢してもらっていい、いや私全然ブログもホームページもやってないけども、うち口コミでいっぱいよっていう先生もいます、たまには。でもね、惑わされないで。その先生は、いや本当に運が良かったと思います。あと口コミは、口コんでくださるお母さんがいるんですよね。で、うまくやってらっしゃるのかもしれない。
あと生徒さんがたまたまやっぱり地域に豊富にいらっしゃるんじゃないですか。で、その先生はのこと羨ましいと思わずに。え、しょうがないですよ。もうそれは、環境だから。ね。そういう、もう、すべての条件が、こう、うまく合致して、プロモーションしなくても生徒が集まるお教室はありますよ。でも、そこ、羨ましいと思っちゃダメです。逆、怖いですよ、そういう先生は。なぜかっていうと、プロモーション力持ってないから、外部要因って言うんですけど、生徒が、そういう、たくさん生徒がいる地域のこと、外部要因って言うんですけど、外部要因っていうのは平気で変わります。例えばマンションがボーンと建った、外部要因の恩恵を受けてた。でもそこが世代がだんだん高齢化してね、ある時パタッと生徒が来なくなって、いっぱいありますよ。楽器店っていうのはそういうのを、外部要因をね、ちゃんと分析しています。怖いですよ。今先生旬だけど、10年後、こっちの先生が旬になるっていうふうにね、旬になるって、パタッと営業マンが来なくなってしますよ。営業マンが来てるうちは、この先生は生徒いっぱいいて、今、地域的に旬だから、よくしといた方がいいだろうっていうふうに営業マンが通ってきてるうちは、花なんですよ。ね？楽器売ってもらえるかもしれないからって、営業マンが居ついてるとこはいいんだけど、営業マンって分かりやすいですよ。パタッと来なくなって、こっちの先生乗り換えるんですよ。今度こっちが旬なんですよ。デパートが建った、モールが建った、マンションが建った、新興住宅が建った、駅ができたみたいな感じで、そう盛るね、こう人が盛んになってるところで、今度なんですかね、 集客動員って言うんですけど、が、ここの地域盛ってるっていうところに、営業マンって移るんですよ。だから、そうするとここぱったりですよ。どんな話いっぱいあります。だから、左内輪の、先生がいても、まあ一生、ね、まあ別に悪いことは願っちゃいけないけど、まあでも一過性かなと思った方がいいですよ。それよりも、私はどんなにも、生徒が今来てても、プロモーション力は持つべきだと思ってます。だって、移り変わるから。もうビジネスのね、ローテーションなんかめっちゃ早いですよ。3年って言われますよ。どんな、あれも、企業も、3年、うまくいって、その後下る企業なんかもめっちゃいっぱいありますよ。ピアノ教室もそうです。だから、ね、もし今、そういう周りの羨ましい先生がいても、皆さんは淡々とですね、プロモーション力を上げてほしいと思いますね。変わっていっちゃうから、時代っつうのは。はい、その次。今まで実務、レッスンをすることしかしておらず、実務っていうのはレッスンのことですね。営業や経理などのことは全然考えていませんでした。いやいや、そういう先生多いですよ。ずっと続けていれば少しずつ生徒が増えるかなと漠然と考えていました。そうじゃないんですよ。ずっと続けていれば少しずつ生徒が増えるかな。これはずっと続けていれば少しずつ生徒が増えるかな。もしかしたら若い先生はそうかもしれない。若いお教室、立ち上がってすぐのうちは生徒さんが少ないですよね。でも少しずつやっていれば、まあ、地元に密着して増えるかなはあるかもしれませんが、これは保証はできないです。と漠然と考えていましたが、これからこちらからピアノ教室をしていると動かないと始まらないと、改めて思いました。いや、本当そうですよ。皆さん、隠れ家ピアノ教室になっちゃダメですって。隠れ家ピアノ教室っていうのは、よっぽどコンテンツが強くって、口コミが半端なくて、そういう教室だけですね。人知れずしねっていうお教室は、そういう教室はもう稀ですよ。隠れ家教室ってもうほんと隠れてて、誰からも気づいてもらってなければ、生徒は来ないですよね。レッスン部屋が自宅の私がもともと子供部屋としていた
して使っていた部屋で、3階の奥の部屋になります。あ、いいんじゃないですか、3階。本当は玄関の近くで、まあまあね、生徒も両親もあまり気を使わないで入れるようなレッスン室にしたいのですが、お金もかかりますし、玄関が近くだとピアノを置く部屋もありませんし、なんとかしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。うん、ですね、ですね、これは売りがレッスン室になってるんですよ。レッスン室、レッスン室を売りにするお教室はあっていいと思います。うちはね、もう広いのよ、ね、何畳もあるのよ、ピアノが2台もあるのよ、うちはね、外来のピアノが有名メーカーのねピアノが入ってんのよっていう環境を売りにするお教室もあっていいと思います。でもピアノ教室の本当の売りはピアノ先生ですよ、皆さんです。ピアノ教室の最大の商品はピアノ先生ですよ。だからさっきの出張レッスンの話もそうだったけど、はっきり言ってどこでもいいです、先生ならって言われるようにしたらいいんじゃないですか。うちの子は私も先生がいいんです、先生の指導が好きなんです、先生のそのなんだろう、キャラクターが好きだし、先生のその教え方が好きだし、先生のそのスキルやメソッドが好きなんで、うちの子も別にどこでもいいです、先生なら。出張先生が来てくれるなら、うちのしょぼいピアノでもいいです、先生が教えてくれるなら。いや、いいです、先生の部屋しょぼくてもしょぼくてもって、先生が教えてくれるな、そのぐらい環境に帰ったらいいですよ、先生自身が。だから先生磨きをしたらいいと思います。キャラクターで勝ったらいいと思います。最終的にやっぱり売れるお教室の最大の売れるお教室、私いっぱい売れるお教室見てきましたけど、最大の売れるランキング1位はやっぱり先生ですよ。実績がなくても先生のキャラが強ければ売れてます。でもやっぱり実績と先生っていうのはね、関係があるから、やっぱり実績があるイコール先生がすごいからがやっぱり一番売れる条件ですね。実績なくてももう先生のキャラが強い、もうこれです、もうこれだけです。環境は3番目か4番目じゃない、だから環境にあんまり左右されない方がいいですね。先生が最大の商品です。だから環境が弱いなという方はご自身のキャラクターを強めたらいいですよ。もううちの先生ね、めちゃ可愛くってとか、うちの先生めちゃ面白くってとか、うちの先生めちゃね、うまいのよとかね、なんか子供のね、持ち上げ方がうまい、乗せ方がうまいのよ、でも何でもいいですよ、コミュニケーションでもいいです。先生を武器の、自分の商品を武器にしてくださいね。はい、その次、動画拝見しました。プロモーションとは何ぞやを知らずに、大手音楽教育会の講師を約40年勤め、ああお疲れ様です、退職し、今は全く違う仕事をしています。あ、そうなんですね、違う仕事。あ、でも音楽の勉強は続けていて、おお、一から教室をする気持ちになってきました。あ、いいですね、ピアノ教室これから開く、いいですよ、いいですよ。ホームページやブログは抵抗がありましたが、あ、そうか、時代の波に乗れない自分を歯がゆく思っていました。誰かの役に立てる喜びをダイレクトで感じたいと思える自分がいます。ありがとうございました。いや、もう一からピアノ教室立ち上げるのも絶対ホームページブログは持った方がいいですよ。で、大手ね、で40年もお勤めだったら、実績もあるし経験値もあるから、もう全然いいと思うので、ぜひですね、これから立ち上げたらいいかなと思いますよ。あといくつ、うわ、たくさんあるな。ちょっと今日はこのぐらいにしようかな。もう一個ぐらいしておしまいにしましょう。今回も大変楽しく拝見しました。イベントやセミナーなど複数のキャッシュポイント作りは工夫すれば意外にいろんな形でできるものなんだなと、とても参考になりました。あ、そうですね。教室でセミナー開いたり、自分が主催してもいいし、誰か先生を呼んでもいいし、どなたかとコラボってもいいと思います。イベント企画もしてもいいと思います。私は作曲も趣味でしているのですか？素晴らしいですね。それも何かキャッシュポイントにされている方はおりますでしょうか？いますよ、作曲。
いらっしゃるようでしたらその辺のお話も伺いたいと思いました。次回も楽しみにします。今日はここまでにしますね。じゃあこれ最後ね、あの作曲商品になりますよ。あの例えば耳コピが得意な先生っていうのは、あの流行りの曲があったらすぐ学院できるじゃないですか。そういうのを お売りになってもいいと思います。あとよくあるのはやっぱり既存の曲がやっぱりちょっと発表会時に難しくて、ちょっとまんま楽譜ではできない、ちょっとアレンジしたい、簡単にしたいって言った時にね、アレンジ代なんかもらってもいいと思うし、あとなんかアンサンブル連弾ですね、連弾にしたいとか、例えば子供が片手引いて先生がね伴奏譜、そういうのを作ってほしいっていう依頼なんかも引き受けてもいいと思うし、私すごくいいなと思うのはファミリー連弾、なんかこう子供が両手で弾いて お母さんやパパがそのピアノやったことないパパが弾けるようなメロディーに子供の伴奏、簡単なね、こんなんなんかもいいと、いっぱいその作曲なんていうのはめちゃ使えると思うので、キャッシュポイントを増やすっていうことをしてもいいと思います。というわけで結構長くなっちゃったので、続きはですねまた後日 やりたいなと思って、今日はところどころめっちゃ熱く語った、特に伝言ゲームのとこなんかね、めちゃ熱く語ったパーツもありましたけど、本当にこれはもうピアノ先生、私は280人とこれで2500時間セッションしたことになるんですよ、累計なんですけど、本当にありがたいことにピアノ先生たちのお困りをこう間近で見てきて、もう現場の現場をもう間近で見てきて、その生の声を凝縮した動画をいつも配信してるし、今の回答も全部その生の声ですね。なので多分かなり外れてないと思います。ストレートに切り込んでると思いますよ。なのでお役に立てる、内容になったんじゃないかなと思います。ぜひですねこの投稿役に立ったなと思ったらシェアしていただきたいですし、ぜひですね LINE アット明日からですねちょっとキャンペーンが始まるんですよ。モスクワのお土産をね、第1弾は、ちょっとフィギュア関係なので、フィギュア好きな人は、ぜひ、やってみてください。LINE アットに、入れておくとね、できますから、明日ちゃんと指示します。第2弾、第3弾はですね、第2弾、第3弾あるんですよ。これはね、ちょっと音楽ネタで、音楽ネタのお土産を買ってきてあるので、ちょっと個数はあんまりないんですけどね、またそれも、お知らせしますので、ぜひですね、ちょっと楽しい、皆さんと、こう、ワイワイしながらやるのが好きなので、ぜひ登録していただければと思います。そんなところで、今日はおしまいしたいと思います。では皆さんまたねー。